逆転負けっすか？しんどいって、マジで。2点やで。たった2点よ。取られたの。それにホームランの2点だけよ。それでやっぱり取り返せられないっていうところはね、本当に悔しいなって思うし、相手も相手でめちゃくちゃ助けてくれたと思うよ。それでも、勝てないっていうのは、本当にファンとしてはマジでしんどいなって思いました。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先ほど終わりました、ジャイアンツ対、ドラゴンズの試合解説やっていこうかなっていうふうに思ってます。はい。今冒頭で言いましたけども、まあね、ジャイアンツ負けてしまったんですよね。まあ、そのホームランのね、2点だけ、ツーランホームランを打たれて、いおりがね、その2点を、まあ、返すことができずに、まあ、2対1っていうところで負けてしまったんですけど、やはり、2点で抑えてね、それを取り返せないっていうところって、やっぱり、打者の責任だと僕は思うし、そこをね、ちょっと助けるような攻撃ももしかしたらしちゃってたんじゃないかなっていうふうにもね、僕思うので、今日はそういったところを詳しく、見ていきたいなっていうふうに僕思ってます。じゃあね、今日の、一言メモというか僕の感想を言わさせてください。いより、ナイスピッチング、だったけども、やはりちょっと球数が多かったんじゃないかなって思います。打者はやはり、8回までにね、マルティネスが出てくるまでに、点を取っておかなければいけなかったっていうところに、つけるんじゃないかなっていうふうに僕思います。じゃあ、今日のこの進み方としては、得点シーンね、まずさらっと振り返っていきまして、で、今日のスタメンが、前日、日曜日ですね、月曜日オフだったんで、日曜日のオーダーと比べて、どのように変わってるのかっていうのを、巨人、中日どちらも見ていきたいと思います。で、三つ目は僕が気になったところを、詳しく、面白く解説していく。この三つでやらさせてください。じゃあ、まずね、得点シーンというか、スコアを振り返っていきたいと思います。こちらにね、出しておきます。はい。今日はですね、まあ、2対1。まあ、ジャイアンツからすると1対2というところで、まあ、負けてしまったと。で、まあ、2回裏にですね、まあ、若林選手、ね、ワンアウト3塁からかな。非常にうまく打ったレフト前ヒットがありまして、タイムリーがありまして、まあ1点先制するんですよね。うん。なんですけども、まあ順調に行ってたんですけども、まあ5回の表ですね、福永選手にワンアウト2塁から、まあホームランを打たれてしまうっていうところがあったんですけども、まあ福永選手、まあ1打席目の内容からですね、非常にその粘ってたりとか、非常にね、ああ、球見えてるなっていう感じはすごくしてて、で、2打席目が三振かな？なんかあって、で、それで3打席目ホームランなんですけど、やはり、状態はいいなっていう感じは1打席目に感じてたんで、そういったところでね、非常にうまく、おそらくシュートだと思うんですけども、振り抜いてね、ホームランにされたというところです。で、まあ、ジャイアンツもね、まあ、攻撃、そこからね、チャンスもありました。いろいろありましたけども、相手のね、チャンスもありました。そこもね、自分のところのチャンスも、まあ、点が入らなかったし、相手のチャンスもですね、しっかり抑えることができたんですけども、やはり、まあ、9回にはマルティネスがいるんでね、まあ、8回までに、まあ、なんとか、同点か、それか追い越しておかないといけないところなんですけども、やはり最後、8回裏ですかね、松山選手が結構荒れてたんですよ。うん、コントロールがね。そこで、まあ、先頭フォアボール取ったんだけども、そこがね、後が続かずっていうところがあったんで、まあ非常に、まあ惜しいゲームではあったんですけども、まあその2点で負けるのは結構ね、まあ投手の責任ではもちろんないですし、まあ打者がね、なかなか打てなかったというところに、尽きるかなと思うし、まあね、まあすごく難しい、ピッチャーでしたけども、今日大笠原投手でしたけども、やはり、やれることはもうちょいあったんじゃないかなっていうふうにも感じますと。
じゃあね、ちょっと僕が気になったところを振り返る前に、まず、前日からのオーダーとか、今日のオーダーをちょっと見てから振り返っていきたいと思います。この辺にね、オーダー出します。はい、オーダーですね。巨人のオーダーから見ていきましょうかね。はい、まあ1番丸選手、2番吉川選手、3番ヘルナンデス選手、4番岡本選手、5番ファースト、大城選手、6番、岸田選手、7番、若林選手、8番、門脇選手、9番、山崎伊織投手というふうになっています。前日というか、日曜日の試合から変わったところを言うと、日曜日の試合ではですね、7番、レフトに若林選手が入ってたんですけども、今日はですね、6番、レフト、若林選手。だから、打順が1個上に上がったような、形ですかね。はい、すいません、逆ですね。この間は6番、6番、レフト、若林選手だったんですけども、今日が7番、レフト、若林選手ですね。すいません、逆でしたね。はい。で、今日はですね、この間の試合は、7番キャッチャーに小林選手入ってたんですけども、今日は6番キャッチャーに岸田選手、まあ山崎伊織投手が投げてるんで、まあ、いつもの感じで言うと、まあ、岸田選手が、入ってたという形になります。まあ、大幅にね、動いたっていうのは、まあ、なくてですね。まあ、小林選手が、入ってたんで、6番に若林選手を入れていた。で、今日は岸田選手が、試合に出てたんで、岸田選手も打力がね、まあ、ありますんで、6番に岸田選手で、7番に若林選手というようなね、形で。まあ、前日というか、この間の試合から大きく変動はないというところです。で、ドラゴンズのスタメン見ていきますけども、1番福永選手、2番田中選手、3番細川選手、4番カリステ選手、5番、板山選手、6番石川選手、7番、木下選手、8番ロドリゲス選手、9番、ピッチャーの小笠原選手というところで、まあ、日曜日の試合から見るとですね、打順とかスタメンは全く変わってないんですよね。ピッチャーが変わってるだけっていう形。で、まあ、ジャイアンツファンのというか、ジャイアンツの試合を見てる僕のね、印象なんですけども、まあ、やはり細川選手ですよね。やはり一番警戒しないといけないっていうのはね。まあ、細川選手がまあ、打線の中心にいると。っていうところで、やはり細川選手が今3番に入ってますから、まあ1番の福永選手であったりとか、田中選手を、まあ、極力というか、できるだけ塁に出さないってことが、まあ中日と対戦する上で非常に大事だというところだと思います。はい。で、ですね、まあやはりピッチャーの小笠原投手ですね。まあ非常にいい、ピッチャーですし、なかなか、こう、ストレートも強い、ナックルカーブもある、チェンジアップもある、っていうところで、どの球種もね、まあ、一級品だと僕は思ってて、やはり、全部の球を追いかけてもね、なかなか打てないっていうところがあると思うので、やはり、ある程度狙い球を絞っていかないといけない。で、僕の、まあ、主観的な意見なんですけど、小笠原投手がジャイアンツ戦結構投げること多いんですけど、まあ、結構、回の序盤でですね、結構ストレートを使ってくることが多いなっていうふうにね、これまでの対戦で思ってるんで、まあ、できれば、先制点というか、ストレートが多く投げてくるんであればね、いつも通り投げてくるんであれば、そのストレートを狙って、序盤に得点してほしいなっていうのが、僕の試合前の感想でございますと。はい、じゃあですね、ここからね、僕が気になったところをできるだけ詳しく見ていきたいと思います。じゃあね、ちっちゃいミニスコアボードで、これ見えてますかね？はい。で、ちょっと見ていきたいかなっていうふうに思います。はい。まず気になったところですね。僕のとこですね。はい。まず2回表なんです。守備、ジャイアンツが守備の時なんですけど、まあ、先頭バッターの板山選手を、まあ、フォアボールで出してしまうと。それも、ツーストライクを追い込んでから、フォアボールを捉えてしまうっていう、ちょっと嫌な流れですよね。で、ノーアウト一塁の市川選手もデッドボールなんですよ。で、ノーアウト一二塁という、まあ、絶対絶命のピンチじゃないですか。で、ここで、まあ、僕はね、中日をずっと見てるわけじゃないんで、まあ、正直、めちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけども、まあ、ロドリゲス選手、8番に今日入ってるロドリゲス選手と、まあ、小笠原選手、まあ、9番にね、いるじゃないですか。で、
まあ、ノーアウト1、2塁で、まあ、普通だったらね、バントっていうのがセオリーだと思うんですけども、まあ、ロドリゲス選手やってるか、小笠原選手がね、普通にマッシュや2回表なんで、まだ、ピッチャーに代打は送らないんで、そういったところで、まあ、その、木下選手がね、まあ、打力は結構あるっていうふうに僕は、その3人で、3人の中で言うとあると思うので、木下選手がヒッティングしてくるかなっていうふうに正直ちょっと思ったんです。なんですけども、そこで、まあ、セーフティーバントというところをね、試みて、まあ、山崎より投手が、まあ、フィーリング上手くて、まあ、三塁で、しっかり封殺できたっていうところは非常に良かったと思います。で、まあ、ワンアウト一、二塁でロドリゲス選手を空振り三振、ツーアウト一、二塁で、小笠原選手を、まあ、サードへのファールフライというところに抑えれたんで、まあ、その、やっぱり野球って確率論だと思うし、やはり打力が高いバッターがいるんだったら、まあ、それを避けて通るっていうのも戦術の一つだと思うので、そういったところで、まあ、その、まあ、ジャイアンツもね、よくバントを使うので、なんとも言えないんですけども、ここでね、木下選手がヒッティングにしてきたら、ちょっと嫌だったかなっていうふうに僕は、正直ね、ジャイアンツファンからすると思いました。はい。で、次ですね、2回裏、若林選手が、まあ、そのね、非常にうまいヒットを打ったところですけども、これね、ちょっとアニメーションを見ながら、やっていきたいと思います。はい。で、まず、ノーアウトからですね、大城選手、これ、センターへの、二塁打打ちました。今日の球場、松本球場というところで、まあ、非常に標高が高いと、確か600メーターぐらいのところに、標高600メーターぐらいのところに球場があるというところで、標高が高い球場って打球がすごく飛ぶんです。うん、空気抵抗がね、変わってくるんで、めちゃくちゃ飛ぶんですけども、やはりそういったところも、もしかしたらこのセンター、二塁打もね、そういった影響ももしかしたらあったんじゃないかなっていうふうに思いました。で、ノーアウト二塁から岸田選手のバント、送りバントね、一発で決まって、ワンアウト三塁というところですね。ここで、若林選手、ちょっとアニメーションね、この辺に、映したいと思うんですけども、しっかりね、チェンジアップ、初球来まして、やはりこういうチャンス、まあ相手からしたらピンチの場面っていうのは、やはりバッテリーは警戒しますから、勝負ダウンから入ってくることってすごく多いんです。で、チェンジアップがそれが浮いてしまってボールになるんですよ、高めね。で、次カーブが来てストライクと。で、ワンエンドワンね。で、次、インサイドのストレートを行くんですけども、これがボールになっちゃうと。で、ワンボールツーストライク。じゃあツーボールワンストライクね。で、ここで、チェンジアップ。低めのチェンジアップ来るんですけども、若林選手がファールを打ちますと。で、次何かな、もう一回、打ちまっすぐ来るかなっていうふうに僕思ってたんですけども、最後ね、スライダー行ったんですよね。先ほど、前の、一球前の球で、チェンジアップをファール打ったんですけども、その、チェンジアップより低い球来たんですよ。まあ、いわゆる空振りゾーンと言われるようなところで、投げた小笠原投手からしたら、非常にいい高さの、いいところにね、投げ込んだと思うんです。だけども、若林選手ね、やはり、まあ、パリーグからセリーグに来て、まあ、非常に、変化球が多いとか、バントが多いとか、いうような発言、この間、おっしゃってましたけども、そういったところで、まあ、その、パリーグとセリーグの野球が違うというところをね、やっぱ認識しながら、ツーストライク後に変化球というのも多いっていうのをね、意識しながら、待ってたためにね、このスライダーというところを、うまいことね、全然ボール球なんですけども、非常にうまいことワンハンドでね、持っていけたんじゃないかなっていうふうに思いました。素晴らしいバッティングだと思います。はい。で、次気になったところですね、5回表ですね、まあ、ここホームラン打たれた場面なんですけど、まあ、ロドリゲス選手、先頭バッターの ロドリゲス選手にセンター前ヒット打たれて、で、ノーアウト一塁で小笠原選手にバント決められるんですよね。で、ワンアウト二塁。で、一番初めの冒頭でも言いましたけども、福永選手今日ね、結構ね、一打席目から、非常になんかそのタイミングが合ってるなというか、あ、いい振りをしてるなっていう感じがあったんです。よく粘ってたりとか、してたんでね。で、そこで、アニメーションここ、映したいと思うんですけど、まあ、一球目フォーク行ったんですよね。で、これがボールになると。で、ただ、やはり配球とかって、見逃し方とかも結構大事で、このフォークボールがボールになったんだけど、福永選手の見逃し方がね、結構しっかり肩がこうガッと入って、バットがこう出てくるわけでもなくて、しっかり後ろに残ったままトップをしっかり作りながらパンと見逃してたんで、いわゆる、まあ、用語というか、プロ野球選手とかの用語で言うと、まあ、入ってるとか、ボールに向かってってるとかいうような表現するんですけど、そういった見逃しをして、ボールになったんですよね、フォークボールが。で、そういう見逃しをされると、まあ、バッテリーはどういうふうに思うかっていうと、あ、これ甘くいったらいかれるっていうかね、危ないなっていうふうに感じるんです。
なぜかっていうと、それで例えば肩の開きが早かったりとか、バットが出かかってたりすると、あ、これ、もう一球行っても打ち取れるなとか、肩が開いてるから先っぽに当たりそうやなとか、よく言う、思ったりするんですけども、こういうね、しっかり入ってこられたような見逃し方をすると、あ、ちょっと危ないなっていう風な、変化球マークしてるのかなっていう風に思うんですよね。で、そこでおそらく、2球目ね、シュートを行って、まあ、詰まらしたりとか、ファール出したりとかっていう風なことをね、したかったと思うんですけども、そのシュートがですね、少し中に入ってしまって、まあ、福永選手ね、これね、うまく捉えたホームランになるんですけど、まあ、このバッテリーの配球からしたら僕は間違いではないと思います。ただ、やはり1球目ボール球になってしまって、で、次ストライクを取りたいっていうね、気持ちが働くんで、やはり少し、コースが真ん中寄りに寄ってしまったっていうところが、まあこれ打たれた原因じゃないかなっていうふうに僕思います。で、まあここには書いてないんですけども、そのホームラン打たれた後に田中選手がショートフライ打ったんですけど、これを門脇選手がね、後ろ向きに飛び込んでキャッチするっていうね、もう普通の選手ではできないような離れ技をねしてるわけですよ。で、ここでもし、田中選手のね、この打球がヒットになって、で、次、細川選手じゃないですか。で、先ほど言ったように、中日打線で一番警戒しないといけない打者にね、回ってくるっていうところがあったんで、しっかりこの、めちゃくちゃ際どい打球というか、普通の選手だったら取れないような打球をしっかりキャッチできたっていうところは、門脇選手の、まあ、非常に今日大きな、活躍だったなっていうふうに思います。で、まあ、この5回表、まあ、点を取られたっていう回じゃないですか。で、ジャイアンツからしたら、まあ、そのすぐ取りに行きたいっていう気持ちは絶対あるじゃないですか。で、5回裏ね、ここで、まあ、相手のね、小笠原投手はやはり、そういったところを分かってるんで、あ、絶対抑えないといけないなっていうふうにはね、思ってるわけですよ。で、そこで、ジャイアンツからしたらランナー出して、なんとか点を取りたいっていうところはあったんですけども、そこで、小笠原選手が若林、門脇、山崎よりを三者三振するんですよね。三者三振切って取るんですよね。はい。そこですごく思ったのが、この回ぐらいからカーブ、いわゆる、まあ、小笠原投手のナックルカーブをが、の割合がめちゃくちゃ多くなってきたんですよね。うん。っていうところで、まあ、非常に長いイニングを見据えながら、やってる配球だなっていうふうに思いましたし、相手にそのカーブを意識させることで、まあ、ストレートがね、体力の低下とともにね、球威は落ちていきますけども、その球威が落ちてきても、カーブをね、意識させてるから、ストレートを早く見せるみたいな、非常にこう、長いイニングを投げ抜いていきたいんだろうなっていう風なね、配球に切り替えてたんで、非常にそこはね、バッテリーのこの木下選手とか、小笠原投手もそうですけども、非常に上手いなっていう風に僕思いました。で、次ですね、7回裏ですね、ここはですね、ジャイアンツが非常に、チャンスを作ったという場面なんですけど、まあ、先頭の岡本選手、これレフトフライ打ったんですけど、めちゃくちゃ惜しいんですよね。フェンスの手前まで、行って、ギリギリ取られたんですけど、まあ、その、ちょっと擦ったようなあたりでね、もうちょいライナー性というか、ちょっともうちょいボールの上っ面を叩いてたら、まあ、間違いなくホームランだったんですけども、ちょっとまあ、いわゆる打球が薄いというか、うん、ボールに厚く当てられなかったっていうところだったと思いますと。で、ワンアウトから大城選手がこれライト前ヒット打ちまして、で、ワンアウト一塁から岸田選手がプッシュバント試みるんですよね。うん、ドラッグバント。うん。で、そこで非常にうまいことね、行きまして、で、ギリギリ内野安打にならなかったというところで、まあ、送りバントという形になりますと。で、ツーアウト二塁から若林選手デッドボールなんですよね。うん、手首付近に当たってちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、まあ、強いですよね。うん、非常に良かったです。これ怪我なかったですね。で、ここです。ツーアウト一塁で、ここでピンチヒッター、これ長野さん出すんですよ。うん。でね、まあ、ピッチャー、清水投手がね、ここで、出てくるんですけど、まあ、小笠原投手にスイッチして、清水投手が出てくると。まあ、ここはね、今日のところで言うと非常に大きい、ジャイアンツからすると大きな場面。うん。で、ちょっとね、これアニメーション使いながら見ていきたいと思うんですけど、ここね、結局空振り三振するところなんですけど、まあ、これは非常に清水投手がよく投げ切ったなっていうところです。はい。初球のフォークがボールになりますと。で、カーブも、2球目のカーブもボールになりますと。で、2ボールになりますと。で、ピッチャーからしたらストライク絶対欲しいですよと。で、ここで、まあ、清水投手ね、非常にまっすぐも速いボール持ってますから、長野さんはですね、まっすぐ1本で、打ちに行くんですよ。そしたらそこで、フォークボールが来て空振りするんですよね。で、2ボール1ストライクになりますと。で、おっとっと、ここでフォーク来たかっていう風に思わしといて、で、次まっすぐ行くんですよね。で、まっすぐまた空振りするんですよ。で、ここで2&2になるんですよね。
で、5球目のフォーク、これ非常にね、いいとこ落としたんですよ、清水投手ね。最高のボールをいったんですよ。だけども、これね、長野選手がやはりフォークが多いから、変化球が多いから、変化球マークしてたんですよね。で、それで見逃したんですよ。ここまでは非常に良かった。うん。これ見逃せるんだったら、もしかしたら打てるかもしれないって僕思ったんですよね。だけども、最後、3-2 か。3-2 になった時にですね、やはりバッターっていうのはある程度やっぱりストレートもマークしながらフォークというか変化球もマークしないといけない。うん、まっすぐ一本では待てないんでね。うん。でそこで、長野さんはおそらくまっすぐを待ったと思うんですよ。まっすぐを少し遅らしながらね変化球に対応したいっていうタイミングの取り方をしてたんですけど、そこでフォークボールが来たんですよ。最後もう一回。で先ほどいい感じのフォークボールを見送ってるっていうのがあるんで。ちょっと、蝶野さんの頭の中に、フォークボールの、割合っていうのは少し減ったのかもしれないです。で、そこで、フォークボールの、フォークボールが浮いてきて、ど真ん中ぐらいに来たんですよね。で、それで、ど真ん中に来るっていうのは、大体ストレートが多かったりするんで、清水投手の場合。で、そこでストレートだと思って振りに行ったんですけど、ストライクを取りに来たフォークボールが来たんで、非常にね、まあ、投げ切ったというか、非常にその、2エンド2からのフォークボールを見逃したこと、によって、いい球をね、見逃したことによって、長野さんの頭から、フォークボールはもうないんじゃないかっていうところになったんですよね。ただしかし、中日バッテリーは、それを見越してですね、もう一球フォーク、ストライクボールになる、うん、ストライクゾーンに来るフォークボールで、最後三振取ったっていうところで、やはりまあ、これを見てるとですね、清水投手ね、まっすぐにも自信あると思うんですけども、やはりフォークという球種に圧倒的なね、自信があるというか、ストレート並みにね、投げれるというか、っていうところが、まあ、この配球から見てもわかるんじゃないかな、っていうふうに思いました。で、次ですね、8回表いきます。この回からピッチャー船場様投手ね、上がっておりまして、まあ、この回は絶対絶命のピンチを抑えたという場面なんですけど、まあ、ワンアウトから細川選手にレフト前ヒット打たれて、で、ワンアウト一塁でカリス選手にセンター前ヒット打たれたんですよね。もうここちょっとやばいじゃないですか。で、ワンアウト一、二塁で、ピッチャー高梨投手を出したんですよね。板山選手が打席に来るんで、まあ、左の高梨投手を出そうっていうところなんですけども、そこで、まあ、代打の代打というか、まあ、ピッチャーが変更を告げられてから、板山選手から中島選手に、打撃を、バッターをね、変更したんですよね。立浪監督が。で、ここをね、ちょっとアニメーション見ながら、見ていきたいんですけど、まあ、そのシュート、まず1球目行ってストライクと。で、シュート行ってファールボールになりました。で、ここで2球で2サイコー追い込んだんですよね。これが非常に良かったですよね。で、シュートって逃げるボール行ったんで、で、3球目スライダー、外スラ、いわゆる外スラ、うん。外側から、ストライクゾーンに入ってくる、ボールを使って見逃し三振を取ろうと思ったんですけど、それがギリギリボールになっちゃうと。で、ワンボール2ストライクと。いうところで、次は、逃げていくボールね、シュート2球、行きましたけども、最後4球目はですね、シュートボールじゃなくて、逃げていきながら、緩急もつけれる、チェンジアップ行ったんですよね、最後。で、そこで、中島選手が泳いでくれて、まあ、5-4-3 のダブルプレイというところで、これはね、素晴らしい配球だったなと思うし、もうこれは、まあ、高梨選手がね、よくね、投げ切ったなーっていうふうに思いました。まあ、これ正直、中島さんだから言うわけではないんですけども、これはなかなか打てるボールはなかったんじゃないかなっていうふうに正直思いました。で、次ですね、8回裏。まあ先ほど冒頭でも言いましたけども、やはり9回って、マルティネスが出てくるんで、8回までにやっぱり勝負をね、ある程度決めたいんですよ。ジャイアンツからするとね。で、ここでピッチャー松山投手出てくると。で、先頭バッターにね、立岡さんを代打に送ったんですけど、これがね、ストレートが結構荒れててね、このフォアボール出すんですよ。これいけるなって感じしたんですよね、僕ここで。で、ノーアウト一塁で、丸選手がセンターフライ打つんですよね。まあ、ここでちょっと、ああ、やばいなって、丸選手がね、調子がいいから、アウトになっちゃったなっていう感じ。で、ワンアウト一塁で吉川選手の、時もですね、スリーボールになるんですよね。で、よしよしよしと思って、ファーボールあるかもと思ったんですけど、まあ、スリーワンになって、吉川選手が、まあ、引っ張りに行ったんですよね。これ、ちょっとね、右方向に打ってランナー進めたいというところで、引っ張りに行ったんですけど、それが、ファーストゴロになってしまって、まあ、ダブルプレイになっちゃうというところで、まあ、その、吉川選手を攻めるわけではないんですけど、やはり、先ほど言ったようにね、松山選手の時に攻めたかったなっていうのがあるし、まあ、打ち損じは誰にでもあるんで、仕方ないところなんですけど、ここがね、もし1、2塁間とか抜けてたら、めちゃくちゃ面白かったなというふうにね、思いました。
で、最後9回表ですね。まあ、ここね、今日木下選手2個バント失敗してるんですよね。で、泉投手が出てきて、この回ね、先頭の石川選手にセンター前ヒット打たれるんですよね。ちょっとやばいなっていう感じしてたんですけど、ワンアウト1、ノーアウト1塁から木下選手がピッチャー前にバントを失敗してくれて、ゲッツを取るんですよね。この泉投手のフィールディングも素晴らしかったし、しっかりね、この、ちょっと高めのストレートだったと思うんですけど、ポーンってこう、フライを上げて、やった、ピッチャーゴロ打ち取ったっていう、配球も素晴らしかったなっていうふうに思いました。で、ツーアウトから、まあ、ロドリゲス選手がね、レフトフライ打ってくれて、これも若林選手がめちゃくちゃいいキャッチするんですよ。っていうところがあったんで、ちょっとその流れがね、守備の流れが非常に良くて、まあ、9回裏の攻撃、ちょっと期待したんですよね。だけども、マルティネス投手が出てきて、結局ヘルナンデス、岡本、マスダっていうところね、まあ、3番、4番、まあ、マスはね、途中から入ったんであれなんですけど、3番、4番っていうところね、もう、しっかり抑えて、で、マスダ選手を三振っていうところで、まあ、非常にいい流れで、9回表ね、守備をできたんだけど、そこをね、その流れに乗って、マルティネスを崩すってことはできなくて、うん、残念な結果になってしまったっていうところでございますと。はい、そんな感じでね、今日はね、まあ、まあ、2対1で負けるって、まあ、非常に悔しいし、まあ、いおり投手もね、非常にまあ、ホームランだけだと思うんですよ、正直ね。うん。だけども、やはりね、相手のピッチャーもいいんでね、なかなか取れないっていうのは、まあ、試合前から分かってたことなんでね、そこで、特にね、今日の中日バッテリーが、途中からカーブを、ナックルカーブを多くしたりとか、そういったところって非常にうまいなっていうふうに正直思ったし、なかなかカーブっていう球種狙っていこうと思っても、やはり球速差が大きいんで、やっぱり、頭の中にまっすぐ来られたら絶対対応できないっていうのがね、あるんで、なかなかカーブ 100% で待てないんですよね。うん。スライダーとかカットボールだったら、球速が速いんで、それ待ってても、まあ、例えばまっすぐ待ってても、スライダーとかカットボールとかって打てたりするときってあるんですけど、カーブっていう球種はやはり結構特殊球に近いボールなんで、その球種をですね、後半というか中盤ぐらいかな、4回5回ぐらいにめちゃくちゃ多く投げて相手に意識させて、そこからね、まっすぐで押してったっていうのがあるんで、非常にね、うまい配球してたなというふうに思うし、それにね、ジャイアンツは翻弄されたんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、そんな感じでですね、まあ明日も試合あるんでね、まあ頑張ってもらいたいっていうのはありますけども、やはりね、ちょっとまあ山崎宏樹投手がまあ地方球場で非常に強いっていうところがあったんで、今日もね、すごくいいピッチングしてたんですけども、まあ勝ちきれなかったっていうところで、明日はね、絶対やり返してほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。